はい、ザケてます。よろしくお願いいたします。今のですね、芸能界のニュースをですね、いろいろ調べてみたんですが、出てきたのはですね、山口萌えが髪を切ったっていうニュースしかなかったんで、山口萌えが髪を切ったっていうネタで5分作れる自信がありませんので、山口萌えのこの髪を切る前の髪型もわかんないんで、なんでこれを見て髪を切ったかどうかもわからないので、多分タモリさんでも気がつかない可能性もあるぐらいですんで、ですので今日はですね、Q&A コーナーでいけたらと思っております。皆様からいただきましたですね、テレビに関する疑問質問にお答えするコーナーになります。でまずはですね、ちょっとタイムリーなね、やつから行かせていただきますと、宮迫さんに関するですね、質問結構いただきまして、宮迫さんが久しぶりに地上波テレビ復活すると言われていましたが、いきなりお蔵入り、制作会社がテレビの許可を得ずに番組を作ることはあるのでしょうか。制作会社が宮迫さんに依頼されたことは事実であり、すでに撮り終えたらしいのですが、あるいは先に V を制作し、それをどこかのテレビ局に売り込むと。そんなことはあるのでしょうかとかですね。であとはそれに付随して宮迫さんがテレビ復帰できない理由を知りたいです、よろしくお願いしますとかっていう、質問をいただきました。でまずはですね、この後宮迫さんがなんか地上波に5年ぶりとかに復帰するっていうふうに話題になったけど、放送直前でお蔵入りになったっていう件ですね。でこれがキー局のですね、いわゆる普通のテレビ番組でしたら、まずその制作会社がですね、テレビ局の許可を得ずに番組を作るっていうことはないですし、その放送ができるかどうかがわからないのに先に VTR を作って後から売り込みに行くっていうこともないですね。理由としてはリスキーすぎるからっていう感じです。まずそもそもその企画なんて通らない確率の方が高いので、ですので細かいことを言っちゃうと、その企画書を作って通らなかったらですね、その企画書を作るためのリサーチだったりとか、その労力すら無駄になったっていうことなわけですよね。場合によっては企画書をまとめるのに作家さんにお願いすることもあったりするんで、そういったいろいろなコストがかかるわけですね、企画書だけでも。なのでそれぐらいでもコストって考えてケチってやってるんで、なのでそれをまだ通ってもないのに番組を作っちゃうなんていうことは基本的にはありえないですね。で、しかも今回のこの宮迫さんのやつですと、納品まで済ませてたらしいんで、納品できてたっていうことは放送予定だったっていうことで、基本的には局にも話は通ってたはずです。放送予定のものじゃないと、受け取ってくれませんので、なので、納品ができません。なので、例えば個人が勝手にですね、旅行の思い出 VTR とかを作って、納品しますとか言って持ち込んでも受け取ってくれないわけですね、当然。ですので、納品できたっていうことは、少なくとも局側も放送する予定のはずだったとは思うん で、ただその宮迫さんが出る予定の番組っていうのが、最近始まったレギュラー番組みたいで、すでに8回ぐらい放送してて、毎回その1人、ゲストが出て、でいろいろ喋るっていう番組みたいでして、で多分その10回目ぐらいとかの、ゲストが宮迫さんの予定だったっていうことだと思うんですけど、なので、ひょっとしたらそのゲストが誰なのかっていうところまでは局がタッチしてなかったっていうのは、千葉テレビだったらあるのかもしれません。それもキー局だったらありえないですけどね。それがだから例えば、インフォマーシャル的な、番組でよくあるですね、そのスポンサーが、枠を買って放送のその時間の枠を買って放送するケースとか、この場合ですと、最低限のルールを守っていれば基本的にはスポンサーの意向で番組が作れます。ただそれでもですね、テレ東ぐらいでも担当の局 P がついて、ちょこちょこチェックはしますけどね。なのでそれが千葉テレビだと、さらに緩くてですね、ほぼノーチェックで納品できるのかもしれません。ただそうなってくると、その場合不思議なのが、その枠を買って放送してるわけですから、その放送内容とか、キャスティングの権利はスポンサー側にあると思うんですよ。だからこそノーチェックで納品できてるっていうことになると思うんで、なのでそれをですね、納品後に、局側の独断でなしにすることができるのかっていう。で、それが一応言われてる理由としては、その放送前に宮迫さんが、その番組に出るっていうことを YouTube で言っちゃったとかっていうことが、きっかけになってるっていう話もありますけど、確かにそれは、勇み足かもしれないですけど、ただそれで中止にするほどのことなのかなっていうのはありますね。せいぜい注意するぐらいっていうか、何でしたら別に出演者が宣伝しちゃっていいじゃんとも思います。しかも千葉テレビですからね、千葉テレビのコンプラなんて別に YouTube に毛が生えたようなもんでしょうから、そんなに目くじら立てなくてもいいんじゃないかなとも思いますんで、なのでいろいろ考えると意外と珍しいケースな気はしますね。ですので、千葉テレビとしては結構こう
それ以外の強い動機があったのかなっていう感じはします。例えばまあその宮迫さんが事前に言ったことで、まあ、それが問題というよりは それがきっかけですごい局にクレームが来ちゃったとか、あるいは吉本からの圧力があったとか、もしくはその直接圧力はないけど、局側が勝手に気を使ったとか、まあ、なのでそんなのいろいろひっくるめて、まあ、局からすると、まあ、メリットはそれほどないけどリスクは結構大きいっていうふうにまあ考えたのかなっていうのは思いますね。はい、っていうこととですね、あとまあ宮迫さんが、テレビ復帰できない理由なんですけども、まあ、まずテレビ、これはあの千葉テレビに限らずキー局も含めてだと思いますが、まあ、これに関してはテレビ側からするとですね、まあ、そのやっぱりまあ千葉テレビのその判断と同じで、まあ、一言で言うとリスクしかないからですね、別にそのメリットはそんなない割にリスクしかないっていう、その、まあ、まず確実に批判されますから、でそのリスクを追ってまでじゃあ何かメリットがあるのかっていう宮迫さんを出すことに対してですね、って考えるとまあ特にないわけですよ。まあ多少話題になるっていうメリットぐらいはあるかもしれないですけど、まあそれはもうほぼ批判の方が大きいでしょうから、リスクの方が大きいっていう。でじゃあ例えばですね、これがそのフジモンさんとかは、まあ、ひき逃げをしてもですね、まあ割とすぐにテレビ復帰できてますけども、じゃあフジモンさんの場合は批判されてまで復帰させるほどのメリットがあるのかっていうと、これもフジモンさん自体にはないわけですね。でただフジモンの場合はまだ吉本に所属してるんで、その吉本のプッシュがあるっていうのがまず大きいですよね。なぜなら吉本のプッシュでテレビに出してあげれば、テレビとしては吉本に恩を売れるわけです。あるいは、まあ、吉本じゃないしも、例えばじゃあさんまさんとかそういう、まあ、特定の大物の、芸人さんが出してやってくれやみたいな感じで後ろ盾があったとしたらですね、その場合はさんまさんにも恩を売れるわけですね。あるいはもう何かすでに過去の恩があって、それを恩を返してるっていう場合もあります。そういうその本人にメリットがなかったとしても、その後ろ盾があるかどうかっていうのは、まあ、非常に大きいですよね。なのでそういう意味ではもう 宮迫さんは吉本ではないんで、その後ろ盾の、まあ、もないしプッシュもないっていう。でしかも宮迫さんの場合はその後ろ盾がないどころか、まだ吉本との溝が深いと思いますんで、そのただ不祥事を起こしてクビになったっていう話じゃなくて、宮迫さんの場合ですと、やらかしちゃったことまではまだしょうがないとしてもですね、その問題はそのやらかした上にさらにお金を受け取ってないって事務所にも嘘をついちゃったんで、でこれが事務所からすると一番困るらしいんですね。そのまあお金を受け取ってるかどうかはかなり重要なところなんで、それによって揉み消し方が全然違ってきますし、場合によってはその後から嘘だっていうことがバレた時に事務所の信用も失いかねないわけです。でまあ実際そうなったですし、でその上に宮迫さんは最終的には会見で吉本が悪いみたいな印象を与える会見をしちゃいましたんで、まあそりゃ溝もできるでしょっていうことで、まあ、この事務所との関係性がまあ未だに悪いと思いますんで、まあそれを考えるとですね、テレビ番組としてはまあ出演させにくいっていうのもありますし、あとまあ宮迫さんの場合、まあ YouTube で成功するっていう多分本人も自信があったと思うんですよね。まあなんか中田さんぐらいその成功できると思ったなと思うんですけど、でそれで一旦は YouTube に振り切ったと思ったら、今度はやっぱりテレビにも未練があるみたいな感じになってくると、テレビ側としてもまああまり印象よろしくなさそうなんで、まあそんなこういろいろリスクしかない中で、でかといってじゃあわざわざ無理して出す意味もないっていうのが正直なところかなっていう感じですかね。はい、ではね、ちょっと次いきますと、先日 M ステにナンバーアイ、過去元キンプリの3人グループが出演しました。ただ出演するだけではなく、2曲歌うナンバーアイのトークの VTR がある。その回で出演したウエストやトニセンとの会話があるなど、なかなかの好待遇でした。テレ朝は旧ジャニーズと蜜月関係にあるとのことで、1年くらい前までは M ステにやめジャニーはもちろんのこと、他の事務所のボーイズグループすら出演できなかったのでとても驚きました。少し前、テレ朝はサンデーステーションで BBC が報じたジャニーズ問題を取り上げたこともありましたが、テレ朝は旧ジャニーズと手を切りたいのでしょうかっていうことでですね、このまあナンバーアイはキンプリから抜けた3人がですね、タッキーの会社ですね、 2B に行ってでできたグループですね。ですので、まあ、そんなやめジャニーとですね、旧ジャニーズの共演っていうのが、まあ、その歌番組での共演って、まあ、確かにこれまでにはありえなかったですから、すごい変化なことは確かですよね。でただまあそのテレ朝の狙いとしてはですね、その旧ジャニーズと手を切るつもりはさらさらないですね。旧ジャニーズが完全に力を失えば切るとは思うんですけども、まあ、力が残ってるうちはつながってたいっていうのは間違いないです。なので結論は、今のところは、まあ、どっちとも仲良くやりたいっていう
のが本音だと思いますね。まあテレビとしては別にどっちも出せるならそっちの方がいいですし、で旧ジャニーズ側としてもまあかつてほどの、まあ、その独壇場ではないので、なのでまあ多分そのいっそのことそのやめジャニと共演しちゃってもう改善しましたよっていうアピールに、利用してるんだと思います。今後も仲良くやっていきますよっていうですね。でしかもなんかそこに今回このトニセンのまあ要は命とのやり取りもあったっていうことだと思うんで、それはまあちょっと意味がありそうな感じがしますね。でまあテレビ局としてはですね、もう視聴率と話題性が取れればいいだけの話なんで、もっと言っちゃえば金儲けができればいいだけなんで、なので共演してくれてそれが話題がね作れれば御の字ですし、でプラス今でしたらテレビ局としてもなんか改善させてるアピールにもなるんで一石二鳥っていう感じですね。でまあ BBC がその報じてたっていうことをニュースで取り上げるっていうのも結局は結果としては、まあ、その方が得策かなって考えただけですね。その下手にスルーしていろいろ突っ込まれるよりはあえて取り上げてちゃんと報じてますアピールをした方が得策だろうっていう風に考えたと。で実際のところその中身に関して本気で追求してるわけでもないじゃないですか。その BBC の報道でスタッフも性加害をしたっていうことを東山社長が認めてましたけども、それについてとかはどこも追求してないですからね。ですので、まあ、あくまでも報じてますポーズです。でこれはもう全ての局ですね。NHK も、まあ、立場上ですね一応なんか一番厳しいポーズを見せなきゃいけないんでその長めに排除してる、まあ、感じを出してますけども、まあ、本音としては当然出せるものならすぐにでも出したいぐらいだと思います。まあそんな意味で様子を見てるっていう状況だと思います。これ本気で怒ってたらもう二度と出しませんでいいわけですからね。そうは言ってませんから様子を見てるしか言ってないんで、はい、まあそんな状況かなと。ということで次はですね、今のテレビは漫画原作をドラマ化しても視聴率が取れないぐらいなら過去の名作ドラマを再放送してほしいし視聴率も取れるような気がするのですがなぜやらないのでしょうか。あともしあればさっきさんが、再放送してほしいドラマがあれば教えてくださいということで、まあ確かにそうなんですよね。今再放送してる古畑任三郎とかまあ見ちゃいますもんね。もう何回見てんだよっていうぐらい見てますけど、なのでもう水差しのやつねとかですね、もうピクルスにクレーム入れてるんでしょとか、もう見なくても全部わかってるのに見出すと最後まで結局見ちゃうっていう、まあそういう名作は他にもいっぱいありますんで、再放送してほしいドラマいっぱいありますけどね。確かにね、はい。でただそのまず、テレビ側からしますと再放送ってっていうのがその、まあ、仮に視聴率が取れたとしてもですね、まあ、あまり儲からないっていうのはありますね。やっぱりその制作費がかかってないわけですんで、スポンサーからお金を踏んだくる大義名分がなかったりとかですね、あとやっぱりそのどうしても旬な俳優が出てなかったりするんで、そのスポンサー受けはあまりよろしくないっていうのはあるみたいです。で、それでいて再放送もタダで放送できるわけではなくて、その俳優の、二次利用とかですね、あとまあ演出とか、脚本家とか、まあ、そういうところにお金を払わなきゃいけないっていうのもあるんで、これが結構バカにならない金額なっちゃうっていう問題があります。なので、まあ、結論としてはお金が取りにくい上に出費もそこそこあるんで、ね、儲からないというのがまあ理由ではありますね。はい。まあ、あとはさすがにその過去に頼りすぎちゃうっていうのもまあ多分テレビとしてのプライドもあるでしょうしっていうところかなと思いますね。はい。でまあ再放送してほしいドラマで言うと、まあ個人的にはやっぱあれですね、デカ貴族ですかね。はい。有名なもうヒットしたドラマとかだったら今こう大体何かしらの配信サービスでまあ見れるじゃないですか。けどデカ貴族ぐらいのやつがねなかなか見れる媒体がないんですよね。でまあ自分にとってはやっぱり結局ですね、水谷豊って言ったら、まあ、もちろん右京さんもいいんですけど、やっぱり自分にとってやっぱり本庄さんなんですよね。なので寺脇さんとのコンビもやっぱり右京さんと亀山くんよりはやっぱり本庄さんと亮さんなんですよね、やっぱね。ただ問題ですね、このデカ貴族がこのレギュラーにタイマおばさんがいるんですよね。タイマおばさんがレギュラーで出てるんで再放送しにくいっていう問題もあったりします。なのでそういう意味ではそういうのもあるかもしれないですね。再放送の場合過去の作品を引っ張り出すと大体一人ぐらいは何かしらやらかしてるでしょうから、モザイクかけなきゃいけなくなるっていう。あとはなんかこの頃はまだ整形前だから再放送 NG とかですね、なんかそっちのいろいろな問題があったりもするんで、ちょっといろいろ厄介っていうのはあるかもしれないですね。けどそれでいて儲からないっていうのあるかもしれないです。じゃあそんな感じで次いきます。もう、泥船オワコンのテレビ業界に今から入社する新人のアナウンサーさんって何を求めてるんでしょうか。せっかく美貌も学歴も備わってるのにもったいなく感じますっていうことでですね、これはあれじゃないですか、やっぱり
大体芸能人と付き合えるかもっていう、そんなもんじゃないですかね。それ以外理由ないですよね。だから理想は田中みな実みたいな、女子アナ経由で、まあ、なんか女優とかかじり出して、で、ファッション誌の表紙とかになって、で、タレントと付き合うみたいな。現場のニュースをいち早くお届けしたいとか、嘘つけっていう話じゃないですか。なので、これ実際女子アナだけじゃなくて、今テレビ業界に入ってくる新人のスタッフ、その AD とかも女性ばっかりらしいんですけど、で、それが何かって言いますと、もう目的が男性アイドルを目当てとかですね、そういうミーハーな目的のスタッフしか入ってこないらしいですよ。まあ、それしか入ってこないってことはないと思うんですけど、多いらしいです。まあ、今時、テレビ業界で面白い番組を作りたいなんていう人いないでしょうからね。そもそも面白い番組がないわけですから、誰もがびっくりするようなびっくり映像を集めたいですみたいな人いないじゃないですか。激うまラーメンを紹介したいですとか、業務スーパーのお得な冷凍食品を紹介したいとか、そんな人いないでしょうから。はい。まあ、そんな感じなんで、結論としては、アイドルと付き合いたいからっていうのが結論じゃないかなと思います。はい。次いきますとですね。で驚くほど綺麗だった女優さん、印象に残っている女優さんとかいますかっていうこと、まあそれは女優さんはもうみんな綺麗だと思いますけどね。はい、もう女優さんと言わずとも、なんなら熊田曜子ぐらいでも綺麗ですよ、やっぱり。なので、まあ自分なんかはもう誰でも綺麗に見えますけど、なので例えばもうたくさんの俳優さんとかタレントとかを見て、まあ要はキャスティングをしてきたキャスティングプロデューサーとかがですね、多分まあ一番目が肥えてると思うんですけど、でそんなキャスティングプロデューサーたちのリアクションで言いますと、自分がいた頃にですね、まあ要はもうトップレベルの綺麗な人たちばっかりを見てきてる人たちなわけですね、キャスティング P っていうのは。で、そんな人たちでも衝撃を受けるっていうことが、まあ、ちょこちょこあって、すごかったとか予想以上だったみたいなのが結構あって、まあ、大体それが言う人が重なるんですけど、で、それで、まあ、僕の時によく耳にしてた人で言うと、鉄板は、やっぱり内田有紀さんと、あと天海祐希さんとか で、あと最近あんま見ないですけど、よく出てた人で言うと、相武咲さんとかも、みんなすごいってよく言ってましたね。で、ただ個人的にはなんですけど、まあ、もちろん全員もちろんもう言うまでもなく綺麗なんですけど、ただ個人的にはですね、ちょっと細すぎるんですよね。初めての第一印象が、まあ、綺麗っていうよりも細っていうのが一番に来ちゃうっていうのは個人的にはあります。やっぱりテレビで見るよりも実際細いんで、なので、まあ個人的には、まあ、もうちょっと普通でいいかなっていうのがありましたね。はい、先方からしたらおめえ誰だっていう話でしょうけどね。はい、まあそんな感じでですね、じゃあちょっとあともう一個ぐらい言っときますとですね、さっきさんは大変なパワハラの、職場を生き抜いたと思われますが、自分が先輩になり加害者になることはありましたか？宝塚的な感じになるものなのか気になりましたっていうことで、これはまあ自分の世代がですね、まあ一部そういうノリの人もいたんですけど、まあ大体はみんな それを受け継いでいこうとは思わなかっただと思いますし、あとちょうど業界全体がパワハラ禁止令が広まっていった時期だったりもしたんで、まあ暴力的なことはもちろん皆無ですし、それどころかAD の休日出勤とかもさせるのも NG で、で休ませなきゃいけないとかですね。で、なので、まあ日曜日を休ませなきゃいけないんで、休んでるところに、日曜日に AD に電話をかけたらですね、次の日その上司から日曜日に電話するのも NG だぞって注意されたりとか、なんでそういう自分としては、まあパワハラどころかかなり加減してたつもりでも、AD からしたらパワハラと感じてるっていう、認識のズレですか、認識の齟齬って言うんでしたっけ、まあ、そんなミスコミュニケーションが出てた時期ではありましたね。まあ、それは僕に限らず、業界全体がそんな流れだったんじゃないかなと思います。で、すると、まあ、どうなるかっていうとですね、もう面倒なんで、全部自分でやるわってなって、で、まあ、基本もうディレクターが全部自分でやって、で、AD を、腫れ物扱いみたいな、お客様扱いみたいな感じになって、で、今に至るっていう状況になってると思います。なので今AD が一番高待遇らしいですよ。もう万が一AD にきつく当たって辞められたりとかしたら面倒なことになっちゃうんで、全員が気を使いまくってるらしいです。まあ個人的には本当はそれはそれでかわいそうな気はするんですけどね。それはそれでパワハラっていうか、何もしないハラスメントみたいな、腫れ物扱いハラスメントっていう気がしますし、一番怖い気はしますけどね。まあ、はっきり言って諦めですからね。戦国時代の話で、これは諸説ありますなんで、逸話なんで実際はどうかわかんないんですけど、徳川家康が子供の頃に今川義元のところに人質になったじゃないですか。で、国の跡取り息子みたいな子供が人質になった場合って、人質にされると何をされるのかっていうと、もう贅沢三昧させるらしいんですよ。
よね。甘やかしまくってもうノンストレスな生活をさせると。でそうすることでですね、堕落させてダメ男にさせるっていうのが常套手段らしいんですね。でそうしておくと後々ですね、国に返すことになったとしてももうダメ男になってるんで、そっちの国に帰ったところで余計ダメな国になるだけっていう作戦をするのがまあ当たり前で、なのでその人質にされるっていうことはもうそういう意味でその人としてダメ男にされるんで、もうその時点でもう終了らしいんですけど普通は。ただその徳川家康に対しては、今川義元がですね、この子は見込みがあるっていうことで、このままダメ男にさせたらあまりにももったいないっていうことで、人質なんだけど甘やかさないでそのちゃんと厳しく育て上げたっていうのが逸話があって、なのでそのまあ要は甘やかすっていうのはまあ本当のところその人のためになってるのかっていうとまあ疑問ではあるわけですね。まあある意味一番厳しい残酷なこととも捉えられるわけですよ。まあかといってその今パワハラダメですけども、ただそのテレビ業界で言うとまあパワハラの中でもそれがあったことでまあ嫌でも身についてたっていうことがあったのも事実なんで、まあその時は勘弁してくれって思ったことはまあ後々思い返してみれば大事だったのかもなみたいな。でそのパワハラをなくしたことでですね、その中にあったその後々考えればすごい大事な部分もごっそりなくなってしまったんで、なので本当はそのただパワハラをなくすだけじゃなくてですね、その代わりになるような教育も必要だったんだとは思います。けどそのテレビ業界はもともと教育っていう概念がなくて、とにかく見て盗めでやってきたわけなんですけど、でそれが見る機会すらもなくなったんで、じゃあいつ何を盗むのっていう話で、番組によってはAD がロケにすら行かないなんていう番組もありますし、もうそれでどうやっていつディレクターになるのっていう状況なわけですね。でまあ結果そのパワハラなくなったのはいいんですけど、ただその見て盗む機会もないし、まあ経験もできないし、かといって誰かが何か教えるわけでもなく、ただ甘やかされ続けるっていう、まあそりゃ動画垂れ流し番組しかできなくなりますよねっていうことなわけですよね。なのでまあもちろんそのパワハラはもちろんありえないんですけど、ただそのパワハラよりも案外この甘やかしハラスメントの方が個人的になんか結構残酷だったんじゃないかなとも思わなくもないですね。もちろんパワハラはダメですよ。はい、という感じでですね、今日はちょっとそんなところで、たくさんのご質問いただきましてありがとうございました。他にもですね、ご質問の方を常に受け付けておりますので、概要欄のですね、専用のメールアドレスの方から何かありましたらお気軽にご質問ください。はい、ということで以上ですね、Q&A コーナーになりました。最後までありがとうございました。